お鍋が、牡蠣のチゲ鍋がちょうど炊き上がりました。もうちょっとアップしようかな。こんな感じです。土鍋がなくて、それとあの卓上のコンロがなかったので、今日はもうここでこのまんま昨日の残りとか間合わせとかで食べようかなと思っています。ちなみにこの部屋はあのキラーっとしますけど、いつも撮影とかで使ってるお部屋です。こういう感じです。キラーっとだけね、割と傾いてるでしょ。機能的に使ってます。こんな感じでやってます。ではいただきます。